福岡県篠栗町で去年6月と今年5月の2回にわたり交番の敷地内に爆竹を投げ込み爆発させ警察官の業務を妨害したとして少年5人が逮捕されました少年たちはこちらの交番の敷地内に火をついた爆竹を投げ込み逃走したということです威力業務妨害の疑いで逮捕されたのは 加瀬郡篠栗町に住む17歳の高校生を含む少年5人です警察によりますと少年らは2つのグループに分かれ共謀して去年6月と今年5月篠栗町中央にある交番の敷地内に火をつけた爆竹を投げ込み爆発させ勤務中だった警察官の業務を妨害した疑いが持たれています警察官らに怪我はありませんでした少年らは犯行後逃走していましたが 警察が防犯カメラの映像などから少年らを割り出しきょうまでに5人を逮捕しました少年5人は容疑を認めています